どうもすみません。シオンステークス、競せハイオータムハンデ、セントウルステークスの反省、言い訳、結果分析です。競せハイオータムハンデの方の浮世の風、まあこの馬に関しては内をついてギャンブル性の高い乗り方をして全く前が開かないっていう競馬しないまま終わったっていう感じですね。まあその逃げ馬だとか。 打ち目の方を通る先行馬が残るようなレース展開になった場合にはその打ちつき後方からの打ちつきがはまる場合があるんですけれどもまあちょっとマルターズアポジーとかその辺を気にしすぎたかなというところで選択ミスっていう感じだと思いますね。ままあ、ま中山のののマイルっっていいいううは後方からの外ししが決まること結構多いですし、まあ、そういった 中山の重傷マイルの重傷の傾向を考えると基本に忠実に内から外へと出すっていうのが確率としてた高かったでしょうし、まあ、2着に来たガリバルディよりも浮世の風の方が切れる足持ってますしまああのレース展開だったらオーソドックスに直線外に出すっていうような形だったら馬券にはなってたかなっていう感じですね。 でシオンステークスシオンステークスの方は、まあ、ある程度力通り決まったというか、まあ、先行馬たちがそこまでパワーがつき切ってないので前残りっていう感じにもならなかったですし、まあ、ある程度自力勝負になっていい競馬になったかなっていうところですねでホーパフュームに関してはですね まあ田辺騎手復帰して日が浅いんで以前の乗ってた時と比べて判断力が落ちてるというかまあなんか思い切っていけない時が目立ちますね他の条件戦なんか見ててもそうなんですけれども、まあ、シオンステークスなんか見てるともう向こう上面で外回って上がってってもよかったぐらいなんですよねそれぐらいのレース展開だったんですが。 鳳凰ーーパーフィームは以前中山の方で条件戦で最高峰から直線一気っていう足を使ったんでそのイメージで乗っちゃったとは思うんですがこのレースに関しては待たない方が良かったと思いますね、まあ、ちょっと鳳凰ーーパーフィーム自体がまだ自力がつき切ってなくてあとは最近の成績があんまり良くなくて馬の方も乗り切ってないんでなので あの直線一気っていう競馬に対応できなかった能力を出し切れなかったっていうところはあるとは思うんですが基本的に鳳ーパフィームっていう馬は切れ味タイプかというとまあ末足の持続性だとかそうですね自分から動けるそういった強みがあるっていうタイプなんでなのでまああのタイミングで後方一気ってやるよりかは。 どっかで一気に動いってっていう形の方がいいかなっていう感じですねまあディアドラが前にいたんでディアドラを見ながら仕掛けようとしたんでしょうがそれではまずは三継承セントウルステークスからです1着ファインニードル2着ラインミーティア3着ダンスディレクターでしたこのレースに関しては僕がフィドゥーシアを本命にしたのは 失敗でですすね、だだめですね僕あのー、パドックで見てて、まあ、レース前に見てた時っていうのは仕上がりいいですし、まあ、これなら好勝負できるんじゃないかなっていう風に思って、まあ、僕もフィルーシアの馬券買ったんですけれどもレース内容を見てあれって思って改めてレース後に。 パドックでで馬体を見直したんですけれども、このフィルーシアっていう馬はですね以前は 1200m 以上 1400m とかでもこなしてたんですけれどもこの馬どちらかというともうスピードタイプに寄りすぎてて短ければ短いほどいいそういったような馬になってきてると思いますあとはあんまりパワーがないですね阪神で構想はしてたんですけれども まあギリギリの勝負になった時相手が強くなってきた場合っていうのはなるべくなら平坦だとかそういったようなコースじゃないと阪神みたいなタフな坂のあるコースですねこういったコースになると割引が必要かなっていうところでまあ特にそうですねまだまだ中山とかだったら走りやすいのかもしれないんですけれども阪神みたいなちょっと芝の質ですね馬場の質が パワー型に寄ってるようなそういったようなコースだとまあ、こういう風に直線で伸びあぐねるっていうことが出てきやすいタイプだと思いますねただそれも乗り方一つですねあとは相手関係だとかそういったことである程度こなすときも出てくるとは思いますそれで石橋周期種の逃げなんですけれども 100点ではなかったと思います。100点ではなかったとは思うんですが、ただ、90点以上はあるし、うまい逃げだったとは思うんですよね。で、そこで、なんで100点ではないかというと、まあ、このメンバーで逃げて、あれだけ綺麗に乗るべきではなかったのかなっていうところで、100点ではないっていうことですね。まあ、それは、僕もレース前にはフィルシアのこと分かってなかったんで、僕も分かってないということで、 陣営や石橋周樹氏も分かってなかったところもあるということで、まあ、あのまあほとんどの人が分かってないっていうところがあって100点が取れなかったっていうところなんですがというのはフィドゥシアはこのメンバーで逃げる場合っていうのは、まあ、そんなに強くないということでもっと玉砕的にですねスピードを生かしてっていう形であんなふうに。 まあ綺麗に回ってきて溜めながら回ってくる必要はなかったのかなっていうところでなのでもっと早め早めにコーナーから仕掛けて後続に足を使わすようなスピード競馬に持ち込んだ場合だと後続の馬たちが足を使えなかったりだとかそういったふうに持ち込める可能性があったんですよね。なのでそういったような乗り方をした場合には100点だったかもしれないんですがただそれは。 レースが終わってから言えることであって終わったあとだから言えることであって僕もそうするべきだったっていうことは分からなかったんでなので石橋周期が悪いっていうことは全くないっていとうことですね石橋周期は90点以上の上手い乗り方をしたけれどもただそれで勝てるようなそれで勝てるほどフィルーシアは強くなかったっていうことですね。それではうちの方から一投ずついきます。 アドマイアゴッド・アドマイアゴッドは思ってたよりも横並びで馬体を見たところ見劣りはそんなにはしななかったです。なので構想してもおかしくはない状態ではあったんですがただやっぱりあれだけ完璧に乗って、まあ、スタート直後に出して北村雄一騎手もうまい騎手なんで完璧に乗っても馬券圏内に来れなかったっていうところは パンチ不足ですね瞬発力あとはやっぱりある程度メンバーが揃って時計だとかレースの質ですねそこで負けちゃったところもあったかなっていう感じで、まあ、結構そのしぶとい足を使うタイプというかじりじり足を使うタイプではありますし馬体、まあ、面も結構ゆったりとしていいところありますんで、まあ、こういうふうに揉まれていけばもうちょっと良くなる可能性はありますんでなので。 今回に関しては本当にパーフェクトに近い競馬ができたんじゃないかなっていうところですね。次につながる競馬だと思いますね。メラグラーナ。メラグラーナはですね、まあ、一時期と比べたら馬体良くなってましたね。すっきりとしてて、無駄な肉も少なくなってて、まあ、ちょっとお尻が大きく見えるっていうのはあんまり良くはないんですが、ただ短距離ですし、まあ,あれぐらいだったら、 いいいかなっていう範疇ですねで何より今回はきれいな馬場だったということもあって最後伸びてますああいうふうに競馬ができたということは今後につながる次のレースにつながる競馬ができましたんでこのメラグラーナに関してもものすごくいい競馬ができたかなっていう感じですね、まあ、直線一瞬狭くなったりはしたんですがただまあその今の状態では思い切って 直線入ったところから4コーナーの手前辺りから外に出すっていうようなそういったような乗り方ができるような状況ではないんでまあ金の内容が悪いんで自信を持って強気の競馬ができるようなところではないんでああいう競馬になったとは思うんですがまあそれで結果的にちゃんと伸びて次につながる競馬ができたんで良かったかなっていうところですね。ただ一番いい頃とと比べると瞬発力は 多少落ちてますし、まあパドックで歩き方なんか見ててもやっぱりぎこちなさはあるんですよね、まあ、その辺なんかは構想をして修正するだとかそういうふうなことをしていけば素質を存分に生かせるというか100の力を出せるようになるんじゃないかなとは思いますね。まあでも内容としては今回は良かったです。 アルティマブラッド・アルティマブラッドも最高の仕上がりだったんじゃないかなっていたぐらい良かった,です、ね、ただあのー、あんまりそのものすごく器用なタイプではないというか自分でポジション取りに行ってそのポジションからスッと伸びるっていうタイプでもないんですよね追い出して追わせるところがあるというか加速するのに時間がかかったりするようなところがあって まあそういったような多少不器用なところがあるからこそ道中押っつけたりだとか勝負どころで押っつけなきゃいけないあとは追い出してスッといけないっていうところがあるんですよね。なので本来ならばもうちょっと極端な競馬をした方がいい足は使いやすいと思います。例えば最高峰にに近いいととところかかから追い込むとか2番手とか花に行くくもしくは 直線向くまででの方で我慢してスムーズに広いところに出すっていうような乗り方ですねそういうふうな乗り方をしないと安定してはいい足は使えないのかなっていうところそういったような不器用なところはあるかなっていう感じですねで、まあ、例えば平坦だともうちょっと器用に立ち回れますんで、まあ、今回のメンバーでもし 京都の 1200m でのレースであの隊列だったらアルティマブラッドはもうちょっと高層馬券圏内に来れてた可能性はあったかなっていうところなんですが、まあ、坂があるところでスッと行ける馬たちがいましたんであとは勢いよく後方の馬たちが来ましたんでその分馬券圏内に来れなかったかなっていうところで、まあ、紙一重のところで今回のアルティマブラッドは馬券にならなかったっていうだけで、まあ、仕上がりも良かったですし 能力的にも劣らないけれども条件だとかレース展開だとかそういったところでもう一つ足りなかったっていうところですねまあ藤岡弘拓氏もうまく乗ったとは思うんですけれども不器用さが出ちゃったかなっていうところですねツインクルソードツインクルソードは条件戦走ってた時の前席と比べるとやっぱりバネだとか破棄は感じないんですけれどもただ現時点 今のツインクルソードとしてはすごい仕上がりが良かったかなっていうところですね。ただ切れ味だとかスピード勝負そういったところで今は劣るところがありますんでっていう感じですね。プレイズエターナル。プレイズエターナルも一番いい頃と比べると躍動感だとかそういったところは多少落ちたんですがただ仕上がりは今のプレイズエターナルとしてはかなり仕上がりは良かったかなっていうところで あとは気持ちですね。気持ちがついてこないと、やっぱり反応しないですし、なかなか最後の伸びなんかもしっかりと走ってくれないようなところがありますし、あとは気持ちの面がついてくれれば、ついてきてくれれば、もうちょっと構想できるかなっていう感じですね。G3 ぐらいだったら足りる馬だったんですけれどもっていうところです。ラインミーティア。ラインミーティアは、まあ、すっと内に入れたっていうことで、 ま直線向く手前で気合いつけたりだとかしてそれで比較的スムーズに加速できたっていうことが大きかったですね、まあ、やっぱりこの馬あ,あんまりコーナーのあるコースだとよくはないですね多分4コーナー前後のさばきがうまくいかなくてロスが生じた場合っていうのは思うように伸びなかったりだとかすることが出てくるでしょうし、まあ、今回に関しては比較的うまくいった方だと思いますね ただやっぱり能力はありますし能力があってある程度素足でいい足を使えるっていうところもあってまああれぐらいの競馬はできるなっていうところなんでまあフロックではもちろんないですしかといって強い馬でもないなっていう感じでちょっとメンバーもレベル低かったところもあるんでっていう感じですすねババが綺麗だったっったたていうことも走りやすかった要因の一つですね。 ファインニードルはですねまあ見た目的に強いと思うかもしれないんですが強いと錯覚するかもしれないんですがまずメンバーが弱いということあとは3番手のうちでロスなく運んであそこからスッと動かせるのもミルコ・デムーロ騎手が乗ってるからっていうところもあるんですよね。あとは逃げてたフィドゥーシアが強くなかったっていうことですね。 やっぱり骨っぽい相手が先行馬で近くにいたりなんかするとそうなってくると簡単には伸びられない可能性がありますしあとはそうです、ね、手応えのいい馬たちが並走状態でいたりするとプレッシャーがかかってきたりもしますんで今回のようにうまくいったというのは、まあ、メンバー的なこと隊列的なことあとは馬場が綺麗だった。 ミルコ・デムロ騎士がうまかったっていうことそういったことが重なったっていうことですねまあもちろん弱い馬ではないんですけれども、まあ、レベルの低いメンバーですごく競馬がしやすい中でいい競馬ができたっていうところではありますね脇のブレイブ脇のブレイブはまあちょっとメンバー強いかなっていう感じなんですけれども まあそれでも、脇のブレイブでも構想はしてましたし、要するに綺麗な馬場で、そんなにレベルも高くなかったっていうところが、この馬なんか見てても感じられますね。ミッキーラブソング。ミッキーラブソングは、 まあいい頃のその息きっぷりだとか反応だとかそういったところが落ちてきてるっていうのもあるんですがもうちょっと極端なポジションスピードを生かせるポジションに行ければなっていうところでしたねなので内枠ででも引けてててたたら多少は違っっかなっていう感じです瞬発力とあとは素足の持続性っていうところがあんまりないタイプなんで器用に立ち回ってスピードを生かしてっていうような思い切った競馬ができればいいところはあるかなっていう感じですね 徐々に良くはなってきていると思いますね。脇の響き。脇の響きはですね、馬の形はいいんですけれども、なんか硬いですね。硬さがほぐれてくれればっていう感じですね。まあ、構想してた時結構条件戦でいい競馬してた時があったんですが、その時はもうちょっと柔らかかったんで、まあ、こういうスピード競馬には合わなかったかなっていう感じはありません。まあ、ただ やっぱりトップジョッキーが乗ればもうちょっと息プりや反応は変わりますんで、まあ、そういったことも影響してるっちゃしてるんですけれどもっていう感じですね本当にいい状態でいい機種追える機種が乗ればこの馬はオープンでもやれる馬ですねスノードラゴンスノードラゴンはまあ多少筋肉が落ちたかな細いかなっていう感じで、まあ、よく言えばすっきりしてますんで まあ無駄な肉がつきすぎるよりかはいいんですけれども、私は力強さを変えたかなっていうところはありますね。今の状態ならダート使っても面白いかもです。ラバーズポイント。ラバーズポイントは走れない出来ではなかったんですが、まあ、多少疲れがあるのか、まあ、ぎこちない感じはありましたね。 もしかしたら追い切り自体で疲れてる可能性もありますんでなのであんまりそんなに強い状況がいるタイプではなくなってきてるのかなとも思いますねも。もしかしたらっていうところなんですけれどもこの馬はあんなに止まるような馬ではないですしまあ気分的にもちょっとリズムを崩してたようなところもあるかなっていう感じですね。もとわせるところもありますんでなのででな 川崎市と手が合いきらないっていうところもあるのかもなっていう感じでいろいろとまだ能力が落ちきったわけでもないので良くなる要素はある馬ですね右回りとか小回りの短距離 1200m とかが合うと思いますねダンスディレクターダンスディレクターはですね あんな後ろからだと届かないよっていう風に思う人いたかもしれない思った人いたかもしれないんですけれども浜中すすごくくうまま乗ってたと思いますね、まあ、余計なところで動かずに溜めれるだけ溜めて直線勝負全てうまくいったかなっていう100点の騎乗をしたんですけれどもやっぱりダンスディレクターはもうここ1年2年で能力が落ちてますね。 あの形ででで差し切れないような馬ではないいよよう馬はんすね、まあ、以前のダンスディレクターなら楽に差し切って勝ってましたね。なんですけれども、以前のような切れ味、瞬発力がないということで、まあ、それは馬体なんか見てても、まあ、やっぱり筋肉が硬くなってきてるのかなっていう感じはありますね。でも、比較的最近のディンスダンスディレクターの中でも、すっきりしてバランスのいいというか、無駄の少ない馬体してましたんで、 ま現時点でのダンスディレクターとしては良くなってきてはいるのかなっていう感じなんですが、まあ、ただあれだけ完璧に乗ってあの程度の足しか使えなくなってるんで、まあ、G1 っていうのはスプリンターズステックスっていうのは他の馬たちが相当レベル低いか走らなければっていう程度で考えてますねフィドゥシア フィルシアについては、まあ、さっきも言ったんですが、まあ、あんまりパワーがないということ、あとは距離適正的に短い方がいい感じになってきてるのかなっていうところはありますね。ただ、調子の方はいいですし、まあ、とにかくスピードを生かすような競馬でいかに道中からアドバンテージを取れるかっていうところはありますね。まあ、今思えば アイビスサマーダッシュでゴール前で止まったところなんかも、まあ、ちょっと最後のところで足りないところが出てるのかなっていう感じでそういった馬を本命にした僕も間違いだったなっていう感じはありますね続いては K 制覇オータムハンデです1着グランシルク2着ガリバルディ3着ダノンリバティでした大外れでしたこのレースはグランシルクが圧勝したんですけれども まあ今まで重賞勝,勝てなかったのが嘘みたいな圧勝だったんですが、まあ、それでもやっぱり理由があってこその圧勝で、まあ、ある程度ペースが流れて追い込みが効きやすいレース展開になってさらに田辺騎手が早めに動いて勢いつけて回ってきたということでの圧勝ですね、まあ、モーリスの勝ち方とも似てるんですけれどもモーリスが中山のあの時は。 ダービッキーチャレンジトロフィーでしたっけ中山のマイルで足をしてそこからどんどん g 1だとか勝っていった感じだったんですけれども、まあ、あの形と似てるんですが、まあ、それでもやっぱりモーリスほどの末脚の破壊力はないですし、まあ、やっぱりグランシルクなりの足でしかなかったかなっていうところですね、まあ、グランシルクは切れる足がないのでなのでなかなか勝ちきれなかったところがあったんですが、まあ、レース展開とその仕掛けが。 ドハマリすすれればここらいいの感じはあるかなっていうところですねでタイプとしてはジャスタウェイに近いというか、まあ、ジャスタウェイはもうちょっとスケールが大きくてハマった時の素足の破壊力はあったんですがジャスタウェイほどの破壊力はないけれどもレース内容だとかそういったところがグランシルクはジャスタウェイに似てるかなっていうところがあって、まあ、そのジャスタウェイよりもいいところは ジャストウェイよりりも器用かなっていうところはありますね。立ち回りだとかあとはポジションが取れたりだとかするところは良かったりはしますね。それではうちのオカから一通ずついきます。ダイワリベラル。ダイワリベラルはまあいい頃と比べると多少硬くなってるかなっていう感じがありますね。 まあそれでもこういう右回りのマイルっていう条件はベストだと思いますんで、まあ、そのうちッキが戻ってくればいいところ出てくると思いますねもうちょっと走ってもおかしくない馬ですボンセルビーソボンセルビーソはですねまあその馬によっては力関係把握しやすい馬はいるんですがこのボンセルビーソに関してはですねレースで走ってみないと 3ササバーで初めてのコバットの対戦ということでなかなか判断がつかなかったところがあって、まあ、実際にレースで見てみたところちょっと相手が強かったかなっていう感じに取れた感じですねなのでレース前にはボンセル・ビーソは完全に消せる馬ではなかったんですけれども、まあ、レースを見て まあやっぱりこれぐらいのメンバーでこれぐらいの厳しさになると力が足りないなっていう感じです。まあ、あのそのパドックで馬体を見た感じでもこれはちょっと厳しいんじゃないかなっていう感じはあったんですけれどもまあそうですね今回に関しては力負けっていうふうに考えてもいいんじゃないかなっていうところですね。ただスピードとしぶとさありますし今回はマルターズアポジみたいな快速馬がいて。 結構強い部類の逃げ馬がいましたんでその分レースレベルが高くなって先行馬としても厳しくなったところもありますんでもうちょっと楽な展開楽なメンバーになると走りやすいと思いますしボンセルビーソは自分から前に行って競馬を作れるっていう強みがありますんで器用に立ち回れる強みっていうものがありますんでなのでその強みっていうのは場合によっちゃ生きてくるっていうことなんでなので今回に関しては ボンセルビーストは過剰人気過大評価されてたんですけれども今後はいいところが出てくる可能性あるということですねあと馬体面からまだ成長は見込めますんで大物感はないんですけれどももしかしたら成長次第で G3 でまた勝ち負けできるようになるかもしれないなっていうところですねこういう右回りの方がしぶとさとか器用さは生きやすいと思いますね ガリバルディガリバルディはまあ、スムーズに外に出せて理想的な競馬ができたかなっていう感じですねまあ、この中山のマイルでハマりやすい乗り方の一つでそれでハマったようなところもありますまあ、それでもこの馬自体調子が良くて無駄の少ないスッキリとした仕上がりでしたんでなのであれだけの競馬ができたかなっていうところですねまあ、ちょっと 人気を落としすぎてたかなっていうところがありますんで、そういった中で力を出せばこれぐらいの力はあるかな？っていうところを見せつけてくれたかなっていう感じですね。ただ、やっぱり切れる足がないですし、そんなに器用でもないので、乗り方には注文がつきますよね。まあ,あの展開であの乗り方だったら。 グランシルクにもうちょっと詰め寄るぐらいなところはあってもよかったかなっていう感じですがこれがガリバルディっていう感じですね。オール・ザ・ゴーオール・ザ・ゴーはですね、まあ、こんな馬だったかなっていうぐらい覇気がないというか躍動感がなかったですね相手が強かったっていう感じなんですがただもうちょっとよく見えた馬なんでなん なんですかね、もうちょっとメンバーが落ちてオープン特別 1400m 前後ぐらいならいいところが出る可能性あるかなっていうところですね。マルターズアポジーマルターズアポジーはですね比較的マイペースで競馬できたと思いますねそんなコーナーからガンガン絡まれたっていう感じでもないんでなのでまあそれでもうまくいかない時もあるっていうタイプですよね。 まあどうしてもスピードで押し切る、スピードで高続,続に足を使わすっていうような競馬をしていかなきゃいけないタイプで、まあ、瞬発力がないということでそういうふうにしなきゃいけないところはあるんですけれども、まあ、となるとやっぱり何度も言ってるんですけれども距離は基本的にはもっと長い方がいいんでしょうね。1800m とか 2000m の方がペースメイクで攻続を封じやすいんですよね。 逃げ馬っていうのは安定して構想しにくいところがあって、まあ、ミッキーアイルは名前を挙げたんですけれどもミッキーアイルの場合は短距離 1,200m も走れる馬を 1,600m で走らせてるっていうところもありますんでなのである程度対応しやすかったんですけれども逆にマルタゾアポジーは距離を短縮する形1,800、2,000の馬をマイル走らせるんでそうなってくると。 マイルでではは安定はしないいととうことですねもちろんマルチャンピオンシップ京都の外回りうまく立ち回れればあとはレース展開がフィットすれば構想してもおかしくはないんですけれどもまあ安定感は欠くということで穴馬とし,して上げることしかできないタイプの馬ではあるかなっていう感じであとは馬体面に関しても距離を短くするとスケールが小さくなるこじんまりまとまる傾向にありますんでまあそういった意味でも もっと長いを長い距離を使うようなつもりで馬も作っていった方がスケール的には大きくなっていくかなっていう感じがありますね。グランシルクグランシルクについてはまあさっきも言ったんですけれども NHK マイルチャンピオンシップですかマイルチャンピオンシップは京都の外回りまあ切れ味のある馬 が構想しやすいもしくはスピードで押し切れる馬の方が構走しやすい傾向にありますんでまあ自力勝負の方がいい素足のしぶとさが生きるような冷戦界の方がいいグランシルクからするとあまり条件的には合わないかなっていうところはあるんですがまあただ今のマイル先生そこまでレベルが高いわけではないんでなのでまあ勝ち負けできてもおかしくはないそういったような能力 充実ぶりでまあヨーロッパの芝も合うかもしれないんですが力のいるババは合うかもしれないんですがヨーロッパだとペースが落ち着きやすいところがありますんでまあもしかしたらアメリカとかコーナーからペースが流れやすいコースの方がベストなのかなっていうところはありません、ね、まあでもヨーロッパもいいとは思いますんであまり日本には G1 勝てるチャンス ないかもしれないんで海外遠征してもいいかなっていうところがありますね香港あたりは行くかもしれないんですけれどもっていうところですねウィンフルブルームウィンフルブルームはやっぱりいい頃の躍動感がないというかちょっとごじんまりまとまってるかなっていうところはあるんですがただ馬の形は良かったですし歩き方も良かったですねなので叩いて変わってくる可能性あると思いますただあんまりその 速い時計の調教をするよりかは距離を伸ばすぐらいな 2000m 使えるぐらいな調教をしていった方がいい感じでゆったりと体を使えるような感じになるんじゃないかなっていうところがあってまあそうですね今後は吸射力だとかそういったところもかかってるかなっていう感じですねまだ可能性としては復調する可能性があるまではあると思いますねブラックスピネル ブラックスピネルは、まあ、ちょっとこじんまりしてるというか、バネを感じないところがあって、まあ、ぱっと見は悪くはないんですけれども、まあ、短距離とか走るような、そういったような感じに見えるぐらい、メリハリが効いてない感じはありましたね。なので、叩いてどう変わってくれるかっていうところですね。浮世の風。浮世の風は、 まあちょっとすっきりとはしてるんですけれども、まあ、マイルのこれぐらいの距離1,008ぐらいまででいい足使えそうなそういったような仕上がりではありましたし仕上ががりりは良かかったかなというところがありますどうしてもコーナーからペースが流れやすいコースじゃないと東京とか新潟みたいな直線だけの勝負みたいな感じになると意外と切れ負けだとかするところはあるんですがこういう条件はベストに近いんで。 まここで人気がない時にもったいない競馬しちゃったなっていう感じですね。アスカビレン。アスカビレンはまあパッと見はいいんですけれどもやっぱりこれ頃のバネというか弾むような感じがないんですよね。小さくまとまっているような感じがあってなので距離短縮するかそれか調教自体を変えていかないと。 調教で 2,000m 以上使うぐらいな気持ちで作ってってこの馬のバネが戻ってくることを待つだとかするしかないのかなっていう感じですねあんまりパワーがあるタイプでもないので距離が短くなるとうまく競馬ができない可能性もありますんでまあとにかくどっちかに振り切って作り直すっていう矛先を変える必要はあるのかなっていう感じはありますね。 京都の1 4 0 0ル外回りとかは合いそうな感じがありますね。当選デューク。当選デュークはですね、まあ、追い切りなんか見てたら、もしかしたらっていう感じは受けるんですが、パドックでバタ見ると、やっぱり瞬発力だとかパンチ、パワーで劣るところがありますね。なので、 まあもうちょっと短い距離の方がいいと思いますしメンバーも強いかなっていう感じがありますねダノン・リバティダノン・リバティは引き続き好調で、まあ、ちょっと無駄な肉が多かったりドタドタしたところが多かった時期と比べると意外とスッと動けるようにはなってきてるかなっていう感じですね、まあ、外から早めにグランシルクが来て、まあ、そこで慌てて仕掛けたんですけれどもそれでもある程度はついていけてましたんで まあころですね、まあ、これがまた、うん、まあそのもうちょっと腹くくってグランシルクの後ろからっていう競馬だともうちょっと2着拾うぐらいはできてたかなっていうところはありましたんでまああんまりやっぱりポジションは取りに行かずに極端な競馬をした方がいい競馬はしやすいもちろん前に行くっていうことも極端な形の方がいいっていうところですね。 まあ引き続き調子はいいですし京都の外回り、まあ、これぐらいの競馬ができるんだったらハマる可能性はありますし、まあ、本当にいい感じでまあ来てるかなっていうところですねただやっぱり追わせるところはありますんで今回も能力は出し切れてないんでギアを上げ切るため安定して走らすためにはトップジョッキーを乗せた方がいいかなっていうところはありますねミッキー・ジョイミッキー・ジョイはですね ちょっと硬いというか、あんまりスピード競馬には、まあ、時計が速すぎたかなっていうところがありますね。まあ、こんなに僕も時計速い決着になるとは思ってなかったんですが、31秒台半ばはちょっと速すぎたかなっていうところはあると思いますね。まあ、力のいるババだとかで、コーナーからペースが流れやすいコースで素足が活かせればいいところあると思いますね。まだ良くなる余地があるまですんで、まあ、今回は、 レースの質が合わなかったっていうところもあってあとはオイル機種をのすトップチョッキをのせた方がいいかなっていうところはありますねロサギガンティアロサギガンティアはまスッキリとして仕上がりは良かったですねもちろんそのいい頃のパンチだとか全盛期の感じはないんですが今のロサギガンティアとしてはすごく歩き方もいいですし馬の形もいいですしかなり出来は良かったと思いますね こういう右回りの1004から1006ぐらいでいいところ出ると思いますし京都の方が走りやすいかもしれないですね。まあ阪神中山でもいいところがあると思うんですが、まあ、その力が落ちてるところがありますんでその辺カバーするためにやっぱり動かせる騎手を乗せた方がいいかなっていうところでまだ G3 では全然やれる馬なんで、まあ、今回に関してはフリーも浮きましたけれども、まあ、それよりももうちょっと。 すっと動かせる機種を載せた方がいいかなっていう感じはありますね。マイネルアウラート、マイネルアウラートはまぱ、あ、っと見は悪くないんですが。まあ、その歩き方が悪いですね。うまく体を使い切れてないというか、まあ、推進力を埋めるような馬体ではないですし。あとはお尻がでかすぎますね。もう、それで後ろの付け根周りの動きがぎこちない。 窮屈なところがあるんですが、まあ、それでスタミナが持たなかったりだとかあとはそうですねメリハリの効いた足を使えなくなってきてるっていうところがあって、まあ、効率の悪い走りになってるのは馬体からも見えてきますんで、まあ、そういったような状態なんで立て直しが必要かなっていうところがありますね。最後はシオンンンスステイクでです着着着ディアアドドドラ2着カリビアンゴールド3着ポールバンドルルポバした あのレース後にトラックマンや競馬評論家がやたらと「ディアドラは力が上だ力でにじ伏せた」っていうふうに言ってますけれどもそこまでは抜けてないですねポールバンドルも完成度はまだ低いんですけれどもまあジリジリとしぶとい足馬のスケール的に劣ってるっていう感じでもないですしカリビアンゴールドカリビアンゴールドも まあ普通に何回か競馬すれば逆転できる範疇ですしまあ今回もカリビアンゴールドがそこまで丁寧に乗ってうまく立ち回ったというよりかは4コーナー前後のところ結構強引な回り方もしてましたんで勢いつけて回るような回り方もしてましたしもうちょっと丁寧に乗って一瞬のキレを生かすような競馬ができてれば逆転もありうるそういったような内容ではありましたね。で他にも これから良くなってくるようなこれから良くなってきそうな馬たちいますしまあディアドラは確かにここのメンバーで一番強い馬の1頭ではありますし完成度の高さということでは上回ってますけれどもそこまで抜けた馬,馬ではないなっていうふうに思いますねそれではうちの方から1頭ずついきますフレスコパストフレスコパストはまあ、ちょっと相手が強かったかなっていうところはあるんですが まあでも見栄えはしなくとも条件戦で構,し構想してた時と同じような仕上がりの良さではあったんじゃないかなっていうところですね。まあ、もうちょっとメンバーが落ちればっていうところで、まあ、あとは反応なんかもやっぱり若手機種が乗ってますんでその辺なんかも乗る機種によって変わってきますし、まあ、平坦の右回りとか、まあ、新潟左回りでも行けそうな感じはありますんで。 まあ、ある程度コーナーからペースが流れてしぶとい足を活かせればっていうタイプだと思いますね。ブラック、オニキス、ブラック、オニキスについては、まあ、この馬は注目していただきたいんですけれども、というのはいかに機種が重要かっていうことがこれでわかると思うんですが、今まで成績が悪かったのはまあ、状態面の変動も変動も多少ありました。けれども機種が？ 動かかかしきれれなななっった、たううまく乗れなかったっていうといころなんですよねで。今回は構想した全然人気はなかったんですけれどもあれは全然フロックではないですしもともとブラックオニキスにはこれぐらいの能力いいところがあったっていうところで、まあ、それでまあ大野機種はまだトップジョッキーではないんでまたトップジョッキーが乗れば違う味が出てくるまあ今回に関しては誰が乗っても同じような感じだとは思うんですが。 ババだとかコースだとかレース展開ロスが生じた時なんかはやっぱりトップジョッキーが乗ると内容が違ってきますんでなのでいろいろと機種によって馬っていうのは運命が決まってくるっていうところもあるんですよねで今回に関しては足を余してますよね内容を見れば分かると思うんですが4コーナーのところ勝負どころで 他の馬たちは勢いよく加速できてたのに対してちょっとブレーキかけなきゃいけないところがあってそこから切れ抜け出せるほどの切れる足がなかったっていうところで、まあ、この馬のしぶとさを生かしきれなかったかなっていうところでまあそれはレース展開だとかポジション取りだとか隊列でそうなったんでミスだとかそういったことではないんですがまだまだ能力的には上位に来れた馬だったっていうことですね。 まあその勝ち負け3着以内まではともかく着差は縮まってたそれぐらいの能力はあるっていうことですね。で基本的には器用さだとかしぶとさを生かしやすい小回りの方が合うかなっていうところであんまり瞬発力があるタイプではないんですけれども、まあ、そういったような器用さですね立ち回りでなんとかできるようなコースでしぶとさを生かすような競馬ができればっていう感じですね。 まあ自力勝負になっていくとロスが生じると負わせるところが出てくる馬だと思いますね。ライジングリーズン。ライジングリーズンはですね仕上がり良かったですね、すっきりとして。まあ、見た目は最高の出来っていう感じで,した、ね、で、やっぱりこの馬はパンチが足りなかったりだとか、あとはそうですね、能力的にあまりにも時計が速すぎたり、あとは、 レースがタフになりすぎると力負けするっていうところはあるんですがただ今回のメンバーで綺麗な場はこのコース 2,000m 右回りの 2,000m この馬の器用さを生かしやすいコースではあったかなっていうところなんですが、まあ、やっぱりロ,ロスのある競馬をしてまで押し切れるほどここのメンバーでは強いわけではないんでなので、まあ、ある程度足をためて素足を生かす形になったんですが。 まあそこそこの競馬をしたなっていう感じの内容でしかなかったなっていうところであれはもうちょっとその早く仕掛けられればっていうふうに思うかもしれないんですがあの形で一瞬切れる足を使ってるんですけれどもその後ゴール前はそんなに伸びてないんですよね一瞬でいい足を使おうとすると使える足が短いまくったりだとか自分から動くような形だとある程度は 長く使える可能性があるっていうタイプでなので、足の使い方によって客室が変わってくるようなところもあると思います。なので、まあ今回の場合だと。まあ、スムーズに外から行けたとしても。馬券圏,圏内までは難しかったかな？っていうところですね。まあ、丸太騎手が調教をつけたりもしてるでしょうし。しまあ、そういった感じで馬も充実してるかなっていうところで。 まあ条件がかみ合えばっていう感じですね。週華賞に関してはスピード競馬になってワンペース気味に後半瞬発力を要さないような展開になった場合は構想できる可能性はあるとは思うんですがただ時計面もあんまり速くな,るなりすぎるとどうかなっていうところはありますね。ガジュマルガジュマルはですねまあもうちょっと広いところですね。う、まあの方ににいたと思うんですがスムーズに 直線外に出すような競馬ですね。しぶとさを生かすような競馬ができればというところはあるんですが、まだちょっと馬体筋肉が洗練されてないですし、これからの馬だなっていう感じがありますね。笑っちゃうよね。笑っちゃうよねは雰囲気良かったですね。なので足が溜まってワンペース気味になれば、一発あってもおかしくはないかなっていう雰囲気はあったんですが、ただ、 あんまり長い距離で足が溜まるタイプではないというか、まあ、距離自体スタミナ自体は問題ないと思うんですがもっとペースが流れてワンペース気味で後半上がりがかかるような感じではまればっていうタイプだと思いますねなので基本的にはもっと短い距離マイル以下の方が現時点ではいいんじゃないかなっていう感じはありますあんまりゼロからスパンと切れる足を使うというよりかはペースが流れて足を溜めて 一発っていうような感じになっていくタイプだと思いますねジッパーレーンジッパーレーンはちょっと前に行き過ぎましたねこの馬はバランスが悪いんですよねまあ、前後のバランスが悪くてまあ、あんまりメリハリの効いたレース展開そういったようなレース展開には対応できないような感じがありますんでまあ、完成するまで待つかそれか 今使ってくるんだったらもっと短い距離1004ぐらいとかの方が合うのかなっていうイメージですねただ馬体の雰囲気とか筋肉の質とか悪くないんでこの馬は良くなる可能性はあると思いますねポールバンドルポールバンドルはですねこの馬は不器用なところが多少あってまあ追わせ追わせるところもあるんですけれどもなのでポジションを取りに行って正攻法の競馬をすると 動かかしきれなない可能性があるかなとは見てたんですが、ただ中段のところで足を溜めて、まあ、4コーナーのさばきもスムーズにロスのない形で加速できましたんでなのであの形になると馬は、まあ、能力出し切りやすすいいと思いますね。まあ、確かに追い合いでゴール前のもう一伸びギアが上がりきれないっていうところは、まあ、トップジョッキーが乗ってればなっていうところはあるんですが、まあ、それでも能力はある程度出し切った方で。 まあほぼのいい競馬ができたというような内容ではあったかなっていうところですね。で、まあ、確かにあんまり器用ではないだろうなっていうところ乗り方としてそんなにためてもそこまで切れる足がないだとかいろいろと難しいところはあるかもしれないんですけれども、まあ、それでもしぶとい足を使えたりだとか力のいるババもこなせそうなタイプですし。 まあこれから徐々に良くなっていくだろうなっていうのが今回でも見えましたね。ホー,オーパフューム。ホー,オーパフュームはですね、まだなんか馬体面が頼りないですし、まあ気象的にもちょっとパドックなんか見てても集中しきれてない感じがあって、当てにならないところがありますんで、なので、まあそうですね、今回は、ああいう風に足をためて、 ほ他の馬たちの競馬に合わせるっていう感じではなくてどっかで一気に動くだとかそういったようなマイペースで競馬をさせてあげた方が能力は出し切れたかなっていうところはありますね仕上がりの方はすごく良かったですしまあ確かにちょっとひばらの方とか細くは見えるんですがまあ牝馬団であるぐらいでもしょうがないかなっていう感じでまあ仕上がりに関しては良かったんですが中身がまだできてない感じで。 競馬に行って幼さが出たなっていう感じはありますね。で、まあ、最初にも言ったんですけれども中山で最高峰からいい足を使ったんで、まあ、そういう条件戦での錯覚するような中山ではまりがちな乗り方ですねそれではまったのを良いイメージとして捉えすぎてて、まあ、陣営のそういったミスもあったかなっていう感じですね。 ああいうような素足を生かしてっていうタイプではないので基本的にはメンバーが強くなるにつれ素足の持続性だとかそういったような自分から動くような競馬があっていくタイプだと思いますね。プリンセスルーラープリンセスルーラーは足をためて構想してきたんであんな先行するとは2番手から競馬をするとは思ってなかったですね。まあででも2番手に行った時点で これはないないいっていう感じはありま,した、ね、まあその自分から競馬を作って押し切れるほどまだ力ついてないと思いますし、まあ、本質的にも前に壁を作りながら足を溜めてっていう形が合うと思いますんで、まあ、それでごまかしごまかし回ってきてどこまでっていう感じにした方が構想できた可能性はあったかなっていう感じですね。距離はもうちょっと短い方がいいかもしれないなっていう感じはあります。シンボリジュネス シンボリジュネスはここはメンバーが強いですね。まあ時計的にも、あとは上がりにも対応できなかったかなっていう感じはありますね。カリビアンゴールド。カリビアンゴールドは本当にすっきりとして雰囲気のある品のある馬体してますね。まあ本当に僕はこの馬好きなんですけれども、まあポジション取りは完璧でしたし、 4コーナーの手前まではうまくいったんであとは4コーナーもうちょっと丁寧に回ってれば勝ってた可能性あったと思いますね。あのーまあ、前に目標がいるんだったらああいうふうに強引に回って打ちにいくような感じでもよかったと思うんですが、まあ、今回の場合だと有力馬は後方にいましたし外から来る可能性が高いということで。 ま普通に遠心力に逆らわない形で丁寧に回ってきて直線入ってから追い出すぐらいのそれぐらいの余裕を持って乗ってればまあもうちょっとゴール前での人伸びっていう人踏ん張りが効いたかなっていう感じはありましたねまあそのミスっていうわけではないんですけれども強い競馬なら勝ってたなっていう競馬でまあそこをですね抜けて強いわけではない馬で乗る時 もう一歩ということに関してはそこはカバーしきれなかったかなっていうような内容ですね。このカリビアンゴールドは、まあ、道中の手応えとかスピードなんかもありますし、まあ、京都の 2000m 周華賞でもチャンスある馬だと思いますね。ただ、まあ、そうですね立ち回りだとかロスが生じないように足を貯めれるかっていうことが重要ですね。足がたまらなければいいところが出ないタイプだと思いますしっていうところですね。マナローラ マナローラはこの馬なりには仕上がり悪くなかったと思うんですがあんまり時計が早すぎるかなっていうあとは明かりが早すぎるかなっていうところ、まあ、距離的にももうちょっと短い方がいいかなっていう感じはありますねメンバーも強かったなっていう感じですミッシングリンクミッシングリンクは花切ったんですけれども、まあ、この馬はいい馬ですね、まあ、石橋紀州の逃げが悪かったとかではないんですけれども ただちょっと気象的にふわふわしてたり若かったりするところがあってまあまあ馬体的にも力がつき切ってないかなっていうところがあるんでまあ道中の手応え反応だとか直線での伸びだとかああいったところっていうのはやっぱりトップジョッキーが乗ると変わってきますんでその辺でカバーしないとっていう時期なのかなっていうところですね。ただこれから良くくなってくる馬でしししょうしまあスピードありますし 一本上しなタイプでもないので直線向いてから二枚腰とか使えそうなそういったような馬体してますんでこの馬は本当に楽しみですね、まあ、逃げにこだわらなくてもトップジョッキーが乗れば2番手3番手からも競馬できるタイプだと思いますね指す競馬追い込む競馬もできると思います名村紫名村紫はここはメンバーが強いですね、まあ、スピード的にも、まあ、切れ味もそこまであるタイプでもないので まあ自己条件に戻ってもこのタイプはすぐ安定して有力っていうタイプでもないかなっていうところはありますね。ル・ボアール。ル・ボアールについては競馬専門チャンネルのパドック解説の人がベタ褒めしてたんですけれども僕は見ててこれは厳しいんじゃないかなっていうふうに感じてました。 もう全然その500万クラスミモザ賞を買った時の馬体とは全然違うんですよね。まあ、あの春のあの時はピークに近い出来だったんじゃないかなっていうところで、まあ、そこから無駄な肉をつけすぎたなっていう感じですね。コロンとしちちゃっっててて筋肉ののの質が落ちてますすねなので、まあ、その後ろろぎるだろうっていうい風に 単純に考える人いると思うんですけれどもこのル・ボワールっていう馬はあそこからでもあの4コーナー前後のさきですねあそこをもっとスッと動けてたタイプの馬なんですよね。それぐらいの能力があった器用さもスピードもあった競馬センスのいい馬ではあったんですけれどもあそこでドタドタしちゃうっていうのは能力が落ちてるっていうことなんですよね。まあ、やっっぱりそのもっとスッキリとして 洗練された感じじゃないとっていう中でまあ僕は戦前にも言ったんですが旧車があんまり合わないっていうところもあると思いますね中距離であのハートレイも作った旧車で手,手塚旧車ですね手塚旧車ハートレイでも同じ失敗したんですけれども無駄肉をつけすぎちゃったんですよねそれでハートレイなんかは初戦のような切れ味がなくなってだんだんと 筋肉の質、馬体のバランスがドタッとしてきたというか無駄肉の多い馬体になっちゃったっていうところがあってこのルボールに関ししてても同じ失敗をしてますね。まあ、これがまた、まあ、馬によってはですね戻る時もあるんですけれどもいい状態にすっきりとする時もあるんですけれどもまあこのまんま戻らない馬も多いんで。 かなり暗雲立ち込めたというか素質が潰れちゃった可能性がありますね。まあミモザシオの時の場体とよく見比べてみてあの頃がいかに良かったかっていうところを見てもらいたいなっていうふうに思いますね。ディアドラディィアアドドララは本当に馬が完成してててきたなっいいう感じで、まあ、落ち着いて 待って、それで自信を持って乗ったっていうところが良かったと思いますし、岩滝州が自信を持って乗ったっていうところが勝因でもあるかなっていうところですね。まあそんなに。まあ器用に立ち回ったっていう感じでもないんですが、ただ内容としては器用でもあるんですよね。やっぱりスピードだとか勝負どころですっと動けるだとか、そういったような余裕があるからこそできた。戦法であって。まあ勝負どころで。 動くべきタイミングまで待って自信を持って動いて素足を生かすというような内容ですねそれでさらにゴール前でも人伸びできたというのはそういった自力もあるっていうことですねまあほにこの器用さを生かせるようなスピードとしぶとさあとは素足ですねある程度切れる足も使いますんでそういったようなまあいいところを生かせるようなコースレースの質だと本当に 楽しみな馬だなっていう感じで、就課賞も条件としてはいいので、まチャンスはあるかなとは思うんですが、ただ馬のスケール的に超ものっていう大物っていう感じでもないんで、ま展開の助けがあってうまくいけばっていう感じですね。勝ち切るとなるとっていうところですね。シーズララバイ、シーズララバイはま切れる足がなかったりだとか。 まあ、馬体的なスケールもあんまりあるとは言えないんですがただ器用なタイプでスピードありますねなのでメンバー落ちればいいところ出てくるかもしれないですねただ勝ちきれなかったりだとかそういったような爪の甘さは出てくるタイプかもしれないなっていうところですね、まあ、器用なタイプで見せ場作ったの芝、まあ、田義時騎手が好判断で動いたっていうところもあるんですけれどもっていう感じですねサロニカ サロニカはですね、このまま幼いですね、なんか、晩成なのか、あと1年前後かかる、まあ、半年ぐらいはかかるかなっていう感じがあって、まだ馬体の感じなんかも、足が伸びたりとかする可能性があるなっていうところで、まあ、なんか、筋肉のつき方のバランスもよくはないですね。 時間がかかるかるななっていう感じなんですけどただ、現時点でも能力的にはそこまで劣るっていう感じでもないんで、まあ、今回のメンバーに関してもスムーズに先行できてれば逃げるか、2番手から競馬できる、そういったような感じだったら多少は違ってたかなっていうところはありますね。まあ、ポジションが悪くなって外を回る形になったっていうのも惨敗となった理由の一つかなっていうところで。 これから徐々に大物感はないんですけれども、徐々に自己条件でいいところが出てくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。以上です。吉本興業 ABCDEU 加減いう込みの東野昴郎と申します。失礼します。